さあここでまた設楽さんが出てくるところ、いやうますぎる100カットヘッドショット、さらに横逃げするところ、ここはミニピオさんとの圧力、さあパパさんテイラーさんを超えていけるか。さあここでウィルリーさんが勝負に行く、ここで瞬間移動さえ使わせてしまえば、だがここは壁を取っていく、ピースコントロールでいいダメージ入れながら相手は2人ともロー HP、 いやー破壊していく。さあ正面は財産と M さん、ここは火力が高すぎる、銃撃を取っている、さああるのか、スーパー撃破ドリーム、ステインさんとクローザーさんがさらに倒していく。では、マッチ1がね始まったみたいなんで見ていきましょう。 Day2 で言うとマッチ6ですね。さあグリムゲートの効果勝負、まあ今のところは変わらないねもうグライダーで競ってるもんな、すごいよこれ。もうなんかこういうゲームだもんねある意味ここもなスキルを競ってるわけではある。効果勝負、最速で武器を取ったのはステインさんが、ここはうまく、しかも武器のレアリティと武器のセットが完璧。さあ、ただベースパーティー、これは業務がやはり刺さる。さあ、武器を持って対応できた。あ、でもクローザーさんも持ち物いいですね。ワイホさん、レイカーさんがここは素早く武器を取って降りるところも分かってるんで、降りたところを刈り取りに行くスタイル。さあ、ただここでクローザーさんは即起こしの判断。ワイホさんとレイカーさん、ああバレている。さあどうだ、でもクローザーさんはバレていなかったか。さあここでワイホさんに対してダメージは取ったが、ただ後ろからレイカーさんが寄ってくるところはクローザーさんキャラコンで弾をかわしながらワイホさんをワンダム取っていく。ああでもワイホさんこれ来るか。さあおお探してくる、おおメンタル強い。いやーでもレイカーさんがしっかり見ていた。さあここは 1v2 になってしまうか。ここはやはり一人の時に倒しておかないと、結局グリムゲートのメダリンを取りに来るんで、ここはまずは対抗は1チーム、レイカーさんが落としに行きましたね。資材数が、片材が、レイカーさんが200、さあここは床取っている、さあ屋根も入れた、さあバイキンさんを倒したが、ちょっとダウン落ちたところが拾いにくいか、他のチームを見てそうなんで、ここはリスクを感じて、ああ拾いに行きませんね。レイカーさんたちも、どっかで攻める側に回っていきたいところ。さあ、出てくるところはいい SMG。ここで相手の移動をしっかり読んで、削り切ったがどうだ？ここ、メディキットは取れなかったですね。とはいえ、こちらバナナがあるんで、ここでうまくリフレッシュ成功しながら。さあ、ワイホさんはちょっと体力が足らない。ハイグラウンド、さあ入ってくる、ここは M 勝負。さあ、しっかりとユーマさんに対してオートショットが当て切った。さらに、バナナもあるんで体力は戻せますね。耐久勝負は厳しいが、ネイカーさん一人で2位まで見えるかどうか。さあ、ここで、ふわっと置いて、さらにローに行く。資材は2枚しかないんで、ここはもう勝負ですね。タワシーさんとムーコニキさんが2人できて、残りは5チーム8名生存。さあ、タワシーさんたちがローグラウンドを抑えて、ブユリルさんがここで溶かされて、さあ、ここで 1v1v2v2。1を落としたが、タワシーさんが落とされていく。さあ、ここでライさんが1人か、バイキンさんの相方。ただ、ライさんも落とされて、マイポリさん、ウィッキシーさんがデュオ。そして、もう1人、テイラーさんがアンチアイかな？テイラーさん、パパさんチームがアンチアイ耐久。さあ、ここでマイポリさんが一応、体力回復アイテム。持ってはいるが、ウィッケシーさん拾いに行くとテイラーさんとファイトになるんで、ここは冷静にハイグラウンドを抑えてビークロイ取っていく。いやー、やはりここも強い。ウィッケシーさんとマイポリさんが合計で9撃破、ビークロイ取っていきましたね。デイ2のマッチ7ですね。マッチ7は、やはりムーブは変わらないか。セインさん、クローザーさん、セインさんが武器は取れてるイメージがあるが、ここは武器、いやー、取ったのはどうだ。さあ、いやークローザーさん落とされましたね。武器は拾ってたように見えたが、ここは殴られまくったか。クローザーさんが武器は取ったものの落とされて、ステインさんも下にあるアイテムゴッドチェストを触って開いたが、ここはどうだ、意外と人残ってますね。 1v1v2 にはなってるが、ダウンが1ずつ残っているシチュエーション、結構珍しいですね。ただやはり主導権握ってるのはワイホさんとネイカーさんがうまくここは倒しているか。あ、でもこれあれ、もしかして、相打ち？あれ、相打ちしてないこれ。え？グリムゲート、消えました。もうそういうことだよね。熾烈な争いすぎて、消えたな。さあ、ボビーさん落ちたか、さらにブユリルさん落ちている。ジョブさんもロー HP なんで、ブユリルさんもこれ起こせなさそうですね。ジョブさん単独ムーブとなると、現在2位のテイラーさんとパパさんが伸ばすきっかけになるかどうか。ハイグラウンド、ああハイグラウンドだ。パパさんとテイラーさんは
かなりローグラと中段のイメージだったけど、高校パパさんテイラーさんはハイグラウンド取ってますね。一桁順位まではあと一歩、残り10チーム16名生存。パパさんがアンチ外耐久で後ろからハイグラウンドを狙うが、ここのふわっとしたところはさすがに3ピースの悩み力。さあどうだ、回復耐久ショーまでもつれ込むか。3ピースさんたちは回復アイテムないと思うんで、ここは3ピースは勝負ですね。資材はゼロやけど、建築物がうまくあるおかげで、なんとかハイグラウンドは維持できた。さあ、ここはハンドキャノンで、さらにここワンダウン取れていく。さらに入り込んだ。ここで回復勝負をさせたくはない。確定を取って、サイフォンのメダリオン。ここはサイフォンメダリオンさえ拾ってしまえば、いや、拾わない。デビアンさんも勝負に行く。ワンダウン取った。さあ、残りは 1v1 の回復耐久勝負で、デビアンさんがメディキットを2個ある。さあ、どうだ、合計で12撃破もできている。メダリオンなしのチームが伸ばせるかどうか。さあ、エイムさんが勝負に来る。ここは、いやー、エイムさんがうますぎる。エイヒューさんがそれ倒しきれるのか。さあ、最終的には回復をなくなってしまったが、最後、デビアンさんを把握して勝負に行けたのは大きかった。合計7撃か。さあ、ブユリルさんが現在は11。一桁順位までいけるかどうか。バナナを食べて、さらにフィズを使って円の内側に戻っていきたいが、戻ったとはいえ、資材がないんで、加工資材がないですね。拠点が作れない。さらに、テイラーさんとパパさん、現在2位が伸ばしてきている。ワンパーティー倒して、リグレッシャー成功。さらに、ここで瞬間移動を使っていく。さあ、キャラコンで、回る回る。回って回って、なんとかキャラコンで避けていく。さあ、凄まじいムーだ。相手もなかなか視線で追い切れないか。さあ、耐えている。ウィリルさんは最後の視線を使った。さらにここでメディキットを拾って、アンチ外耐久もできる。さらに下にはボビーさんとラークさんがアンチ外耐久をしている。進行アンチボビーさんたちこれ出てくるぞ。さあ、出てくるところ、撃てるかどうか。いや、ここはちょっかいを出さない。時間をかけて順位ポイントを一つでも伸ばしに行くが、さあ、ここは間に合うかどうか。さあ、最後、資材は入ったが、ちょっと行った先がアンチの底には届かないか。ハイグラ2のローグラ2の間に1の構成がよくありがちだが、さあ、となると1が詰めてくる。さあ、一気に来た。いやー、1ダウン取られた。バイキンさんが一気に突っ込んできた。なんとかメディキットは触れたが、ここはゼニガメさんがアンチ外耐久させてくれるか。さあ、2できたのは、フローザーさんとセインさん。もはや、グリムゲート、物資取れなくても問題ないと。破壊力満点。ここはクローザーさんとステインさんが瞬間移動なしで耐えてますね。とはいえ、下回なさそう。いや、二人とも体力回復アイテムなさそう。ここはゼニガメさんの引く判断がうまくいって、合計で6撃か。メイキさんとゼニガメさんが耐え切りましたね。いや、今の外に逃げれた判断めちゃくちゃ良かったな。では、順位表はこんな感じ。1位が、ジョブさんとブユリルさんは変わらず。まあ、ずっと1位を引っ張ってはいるものの、本当に徐々に貯金が崩れてきてる感じもありますね。20ポイント差まで来た。2位がテイラーさんとパパさん。そして3位に上がってきたのがセインさんとクローザーさんを正直1位圏内まで捉えてるか。さあ、ラークさん落とした後。さあ、ボビーさんは回復はして瞬間移動しながらカウンターを狙っている。さあ、ユマさんをいいダメージ返してはいるが、後続にミニピオさんが来る。この最大火力が寄ってくるのはきつすぎる。さあ、瞬間移動もうまくこなしながら、ここはボビーさんラークさんを倒しきりましたね。いやー、クリスタルさんハイドしてる。これ気づけるかどうか。さあ、この中にいる。おぉ、いやー、うますぎるゼロくんさん。しかも見えたか、これ。さあ、屋根を丁寧に入れて、相手のハイドポジションを失わせて、さらにフルピース。もう逃げるところをなくしてから、2パンチ。ここはゼロくんさんのケア力が刺さりましたね。確実にメダリオンの場所を追ってる感じありますね。さあ、やはり、上振れを目指して勝つなら、優勝するならメダリオンか。もう勝負になってるか。さあ、ゼロくんさんとライムさん対、ミリピオさん、ユマさんの2別。さあ、ダメージ先に削れたのはユマさんとミニピオさん。さあ、飛び出て瞬間移動で引こうとしているところをミニピオさんは追っていく。ただ瞬間移動の回数自体はゼロくんさんたちの有利なんで、ここで瞬間移動さえ使わせてしまえば。だが、ここは壁を取っていく。ピースコントロールでいいダメージ入れながら、相手は2人ともロー HP。 いやー、破壊していく。強すぎる。おー、オリンポス戦。いやー、うまい。 DMR が、いやー、うおー、ダウンまでいった。さあ、きなこさんをダウン取っていく。やはりインタビューで得意と言っていた DMR、 多分おかんさんに100カットしてからきなこさんに100カット入りましたね。さあ、これでダウンはおかんさんときなこさんの距離感があるんで、ちょっと起こすのが難しい。この DMR を最大限使っているのはメイピさんか。さあ、ここでまずは確定ゲット。物資も拾って、さらにおかんさんが1人っていうのは分かっているが、ここはおかんさんが綺麗なライト&ピークの床開けショットガンでワンパンいいダメージ。さあ、ゼニガメさんがこれに対してカバーできるかどうか。いや、おかんさんもうこれは引きましたね。残り19パーティー。さあ、対空。ここは、いやー、ミシックウォーフォージが強い。ここ、貫通エイム狙っていけるかどうか。太陽野さん、あと1点だが、惜しい。ここは、根元崩しで、太陽野さんの足元を崩して落としたかったが、ここはギリギリ、太陽野さんも移動してますね。
さあうまく横移動しながら財産に対して、いや火の建築、ここは一発ちょっとチャンスはつかみにいった。いいチャンスのつかみ方だったが、ここ倒しきることはできない。さあ下に岩があるんでレンガ枯れたら美味しいが、ここは落ちてるのは資材落ちてない。さあここで出てくるところ、いやーツーパンチ、オロナイさん倒して下階、いやーちょっと詰まってしまう、ギリギリ、いやー階段と床に挟まってしまったか。残り8チーム11名生存、パパさんテイラーさんが一番強いですね。ここパパさんテイラーさん2人でできてそう。さあラビスさん、ビタミンスさんとメイキさんとゼニガメさんもデュオでローグラウンドか。さあここはリンタロウさんに対して当てながら、さあヒーローさんも横切るが、いやーアンチがいるぶしは触りに行けない、体力がない、キャラコンで行くしかない、資材もない、ここは何もないがエイムだけはあるか、エイムで行くしかない。リンタロウさんの木のボックス、いやーここはさすがにチョコラブさんが見ていた、ただそのチョコラブさんを落とし込んでいったか、いやリンタロウさんと被っているが、チョコラブさんはそのまましっかりと倒しきって、さらにもう1チームちょっとカオスか、いろんなチームがソロで被ってるんで難しい。パパさんテイラーさんが伸ばしている、パパさんテイラーさんがデュオで伸ばしてあるのか、強すぎるが3連覇。さあテイラーさんがローグラウンド、いやーここはワンパン、チョコラブさんが冷静、さらには 1v1v1、まさかの展開、デュオの大会ではあるものの全員がソロで残りは20秒の勝負、体力回復アイテムチョコラブさん持ってないんで、ここはできればチョコラブさん攻めていかないといけませんね。ただブユリルさんが生きている、ブユリルさんが耐えまくっている。さあパパさんテイラーさん超えていけるか。さあここでブユリルさんが勝負に行く、間に合った。さあ円の中でまだ粘ってメディキットを持っている、耐えまくっていたが、ここは最後はレイムさんが冷静な対応、最後ちゃんとレイムさんメディキットを多分解除してブユリルさん DMR 打ちに行ったのよかったな。さあではポイントの方を見ていきましょう、どうなってるでしょうか。ジョブさんとブユリルさんが、あーでもさあ縮んでるな、これ20ポイント差からじわりじわりと、あと17ポイント差、いやー3ポイント縮まりましたね。さあどうだ、まずはグリムゲート、こちらは優勝候補が1チームいる、ステインさんとクローザーさんが、まずはもちろんメダリオンは欲しいはず、メダリオンを取ってしまえばハイエヒタビークルまで見えるルートが出てくるが、まずはこの武器取り合戦を取っていきたい。さあステインさんはバナナしかもらえない、バナナしかもらえないし、相手チームはきっちりとクローザーさんを落としている。さあ逃げに逃げてなんとかここかわしていきたいが、ステインさん追ってくるかどうかを確認して、いやークローザーさんでも核入れられましたね。さあ今回はステインさんたちが苦しいシチュエーションからのスタート、テイラーさん SMG しかないですね、ここはただ、いやー SMG の MI、 さらにパパさんがここはトラッキングで常に相手を追従してショットガンを当てに行く、いやーちょっとイレギュラーにかぶったが、ワットソンさんをここはテイラーさんがカバーで落としていく、すかさずここでチャグスプを使って、さあワットソンさんを落としていきながら、ここは初動ファイト、イレギュラーのファイトもこなしていくかどうか、だいぶ注目してますね。この建物の中にいるんじゃないかと。ハイドは打ち合いが起こりやすいんで、1v2 で入ると、一応1対2の打ち合いから、まあ勝てる可能性の方が高いんですよね。だから、1人で探すんじゃなくて、2人で同じルートを歩きながら、打たれてもすぐにカウンターで200カットできるように。さあ、ここで階段にいた。さらに、ここは壁を取って、屋根を入れた。フルピース。これはもう逃げれない。完璧に捉え切って、テイラーさん、パパさんが、レックレスはもう確実に抑えてますね。ミニピオさんが、そして今さんが、じわりじわりと、足元から。いやー、えぐい。ただ、瞬間移動でここ、飛び乗るのもちょっと高さ高いんで、飛び乗りにくいけどね。さあ、根元を二人同時に壊していくか。で、ブユリルさんが落ちてきたところを 1v2 していく可能性もあるが、まだミニピオさんは合流できていない。ちょっと止め。ユマさんもセッティングできてるけどな。さあ、いやー、フィズだ。ここでフィズ、飛び乗っていく。もう分かっている。さあ、ただそれを一瞬で把握してブユリルさんは逃げるが、この逃げた先はジョブさんのカバーがちょっと届きにくい。さあ、一気に詰めて。いやー、ユマさんとミニピオさんの、ここの勢いある奇襲が刺さってしまう。さあ、これが決勝スタイル。メタ読み、人読み、しっかりと相手の立ち回りに対して対策を打っていく。さあ、ユマさんとミニピオさんはジョブさんまで落としに行くか。ここは壁を取った。ジョブさんがボックスを広げてなんとか対応しているが、ここはさすがに詰められてしまうか。さあ、ジョブさんもなんとか耐えてはいる。ユマさんとミニピオさんに対して、ミニピオさんにダメージを取った。さらに後ろからボビーさんのアクセも来てますね。両方が来てくれた方がジョブさん的にはありがたいと思うが、ここはなんとか横にうまく逃げながら、さあここで一旦相手を抑えたが、いやーここでいいで火力が高すぎる、割られてしまうとかなり厳しい。さらにボビーさんのアークさんが、うわーここはしっかりとミニピオさんが見ていた、ミニピオさんとヨウさんが1位を落としていく。カバーを考えて、チアラさんまだフルヘルスですね。ただこちらは検知研修で握っている。さあここでまた
チャラさんが出てくるところ、いやうますぎる。100カットヘッドショット、さらに横逃げするところ、ここはミニピオさんとの圧力、ワンダウン取って、さらにスパンキーさんがしっかりと落としていって、ユマさん、ミニピオさん、これでワンパーティーさらに勝ち切っていく。さあここは相手チーム、いやーピースコントロール、ユマさんが上をしっかりと押さえながら相手の剣バトをしっかりと押さえ、さらにここはバレていないと見てシンプルに入り込んでいく。さらにここはピースコントロール狙っているオロナイトさんに対して、60カット壁を取って、さらに奥壁は取れていない。オロナイトさんが必死に逃げてレッグレスの中に入り込んでスペースは作ってうまく逃げてはいる。ただユマさんとミニピオさんはしっかりとオロナイトさんの動きを把握して内側に、さらにはここで後ろから列車が来る、ユマさんのところに、いやーミニピオさんがここはヤー君さんに抜かれたか、スナイパーっぽい。さあここはミニピオさんをなんとかカバーして起こしを入れたが、一応ミニピオさんが後ろ見てくれてますね。ただヤー君さんが詰めに来る。さあアンコロさん、ヤー君さんがディオですね。ここはユマさん起こしている、起こしている。さあどうだ、間に合うか。建築しながら起こしも入れる、今シーズンは起こすのがしやすい。さあ起きたが、ここはミニピオさんさすがに苦しい。 1HP さすがに落とされて、さあどうだ、ユマさんは一応生きてはいるが、ミニピオさんは確定入りますね。これはさあヤー君さんたちはきっちり詰め切った。ミニピオさんを落として、ユマさんはソロ単独。さあここで後ろからオンライスさんを当てに行きたい。いやー怖い、怖すぎる。まあでも仕方がない、行くしかない。さあここは、おお方針を変える。さあやはりここはハイドがバレると移動は方向を変えて、また狙う場所を変えないといけないと。さあ上からのフィズキシューが刺さるかどうか。さあナルさんたちを見てはいるが、ここはうまく、いやー当たらない。あと HP、 さすがにきつい、きつすぎる限界すぎる。ワンチャンスでも探してる感じはすごい感じますね。さあナルさんたちが出てくるところ、ここは当てれない。いやーさすがに外からの当たると。さあレックレスに戻りへ。これはもうテイラーさんとパパさんに勝てよとエンが言ってるか、フォートナイトが言ってるか。ホームに帰っていくレックレス、ここはしっかりと倒していく。さあここは3を倒して、ただいやーパパさん落とされた。さらにステイさんが倒している。さあ3位がパパさんを止めた。目標の1桁順位まではやはり安定して取れてはいる。ただここから伸ばしきれるかどうか。クローザーさんとステインさんが伸びきるのも怖いというところ。なんとかテイラーさん伸ばしたいが、ここギリギリ、いやー間に合わない。そしてステインさんが倒した表記、どうだ、ステインさんとクローザーさんが伸ばしきれるのかどうか。いやーでもクローザーさん、いや生きている、銃撃を取っている。さああるのか、スーパー撃破ドリーム。ステインさんとクローザーさんがさらに倒していく。デブヤンさんを倒して、ここは合計で11撃破まで来た。あとはビクロイまで伸ばしていきたい。メディキットは1個だけか、クローザーさんの持ち物はどうか。いやースモールフィッシュ抱えてはいる。さあ正面はザジさんとエムさん、ここは火力が高すぎる。エイムさんも倒しながらザジさん一人、さあ全てをなぎ倒していけるのかどうか。メダリオンすらいらないと、このパフォーマンスでもはや瞬間移動能力すらいらない。この対面の圧倒的な火力で最終マッチ返り咲けるか。さあここでレオさんも落とし込んで、それもワンパン倒しきれるか。ここはグリムゲートのパワーしっかりと、紫のゲートキーパーショットガンは5発入っている。さらにザイさんも倒しきっていくか。いやーここはザイさんも上手すぎた。ただクローザーさんは生きている。さあクローザーさんは勝てるかどうか。ワンプイツ、いやーただここはさすがにハイグラウンドが、いやー惜しいっす。ここのワンダウンは取れたが、最後はストーム 5HP は耐えきれない。倒しきったらメディキットは残っていたが、ここは別パーティーのグリムゲート、ゼロくんさんとライムさんが11撃破でビクロイを取っていく。とはいえとはいえ2位だぞ。どうだ、13撃破2位はどうだ、わかんないな。これビクロイを取ったのはライムさんとゼロくんさん。やはりグリムゲートパターンさえつかめてしまえば、中盤も終盤も何でも大丈夫か。今回のアルバジャパンシリーズ優勝者となったのはどのデュオなのか見ていきましょう。優勝に輝いたのはステインさん、クローザーさんです。おめでとうございます。すごい勝てるんだこれ、すごいマジですごい。ポイント同率です、これ同率です。ポイントどっちの方が多かったとか言ってる方々もいたけどね、同率でしたねすごすぎない。で同率の場合は何で差がつくのかというと、ビクロイなんですよね。でビクロイも一緒やったら次は撃破数で差がつく、それで差がつくってことは、まあ撃破数が多くなるステインさんとクローザーさんの方が上にはなるんだけど、まあビクロイですね、まあ、ビクロイでステインさんとクローザーさんが2ビクロイかな取ってると思うんで、まあこちらが軍配上がって、なんと劇的なカムバック優勝となりましたね。